はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ガールフレンド音符不思議の国のガール編、やっていきたいと思います。ちょっとそういえばですね、センターユニットを一人勧誘できるようになったんですけど、すっかり忘れてたんで、ちょっとそちらを勧誘してからやっていきましょう。センター勧誘誰にしようかな。やっぱりガールフレンドかっこ仮で出ている人をちょっとメインに最初は集めたいんで、ももちゃん入れますか。よし、行くぜ。よろしく。えいえい、おー、あれ、会いに行くってどうなるんだっけ。あのガールの画面か。とりあえず10レベルくらいまで上げとくかな。ハートも多分結構溜まってるんで、あんまりね使った記憶がない。少しずつっていうか急激に仲良くなってるよねこれ今。お、そうかそうか、これでもそういやラックストーンがもらえるんだ。ちょっとだいぶこれ上げるのサボってたからな。とりあえずどんどん上げとこう。レベル10だな、もう。あんまりこれだけに時間費やしてもしょうがないんで。嬉しいですって。やっぱりこうハートを提供してることについて嬉しいのかね。それとも必要があるか。よし、だいぶ貢いだぞ。お、エピソード2。チュイッてつっつくと。どういうこと。今まで落ち着いてなかったの。よし、じゃあももちゃんも仲間にしたところでイベントに行きましょう。限定ストーリー1話ですね。まあ一応2話のところまでは開いてるんですけど、あ、これは最初のところで表題みたいなのが出ないんだね。ももちゃん、そういやさっき手に入れたばっかりだから親近感湧くな。読書感想文の本って、あれ、高校生って読書感想文ってあったっけ。なんかやった記憶がないんだけど、なんかね論文とかはやりましたね。なんかね、俺が行ってた高校は月に1回そのね論文の日があったんですよ。でなんかお題が出て、それについてその1時間、その授業でいう1時間枠取って書き上げるっていう、結構めんどくさかったっすね。そっか、今不思議の国のアリスの話題か。てかさ、これ話題的にさ、その不思議の国のアリスがどういう話かしかしてなくない。まだも、ちょっともう一回不思議の国のアリスウィキとかで読んでみようかな。大体のことウィキ乗れば見ればわかるっしょ。もう困った時のウィキ頼みっていう。うん、相変わらずのひらめき力はあるな。アリスのパフォーマンスか。どういうパフォーマンスだ。じゃあさっきみたいに役柄をちょっと決めないといけないね。ゆずちゃんは白うさぎだっけ。でもう一人の別の高校の人がハートの女王。お、どうしたどうした。何に遅刻するの。あれ、なんか言ってた。しかも第2話がダンスパーティーに急げとかになってるしね。ダンスパーティーにでも行くのかな。おいしい
じゃあ、しまった。ちょっと、あれを直さないといけないんだ。設定を。ここの設定をね、いつもいじってるんですよ。まあ、普通にやるときはプラマイゼロなんですけど、これでやるときはね、ちょっとプラス3にしないと、ずれるんで。じゃあ、普通で、やらせていただきます。毎回普通で申し訳ないですけど。もうこのルーレットがね、トロいからね。あ、またこれか。どうしようかな。さすがに連続っていうのはあれだからな。ちょっと一回これやった後、もう一回曲を選び直します。はい、じゃあちょっと気を取り直して、もう一回曲を選んでいきましょう。次は被らないでもらいたいけど、やっぱね、出やすい曲は出やすいっすね。これもね、ちょいちょい出るんですよね。じゃあ今回は、青いね、人がね、いないからね、これでいいや。これでいいやっていうのもちょっと失礼だよね。じゃあ、ももちゃん使っていきましょう、せっかくなんで。でね、ここのね、ユニット編成で、あれなんですよ、ユニットの6っていうのをちょっと作って、ゆずちゃんを先頭にして、で4人は好感度マックスになってる人で、みこさんとクロエ先輩がもう少しで、違う、みこさんはまだ好感度全然溜まってないんですけど、クロエ先輩がもう少しで好感度溜まるっていう状態で、そのゆずちゃんを集中的に鍛えていきたいんですよ。完全に俺の好みなんですけど。好感度マックスになった人には好感度振られないんで、要は3人で分け合えるっていう形になって効率よく上げられるんで、ちょっとこれでやっていきたいと思います。まあ、色はね、バラバラなんですけどね、だから。で、あとね、ちょっと今日のね、パワプロの方の告知で、木曜からね、イベントが始まるっていうのがあったんですよ。また被せてきたかーっていうところなんですけど、まあ、前回はね、ちょっと本気で走ったんで、パワプロの方。いわゆる、この、ラックストーン？パワプロは、ちょっとパワーストーンって言うんですけど、あれを大量消費して上位を狙ったっていう、前回がちょっとね、こっちの方が不甲斐ない結果に終わってしまったんで、まあちょっとこっちの方も注力していきたいと思いますので、パワプロの方はまあまあやっていければいいかな。でさっき出た花1問目、あれ俺かなりお気に入り曲っすね。多分2番目に好きですね。まあ1番目はゆずちゃんの曲なんですけど、てかあのキャラクターはわからないからな。ガールフレンドかっこ仮のプレステビータ版、あれももっともっとそのキャラクターいっぱい出たら、その有料でもいいんで、ダウンロードクエストみたいな感じで、1キャラ500円とか1キャラ1000円とかでもいいんで、絶対買うのに、そうしたらキャラによるけど、そういうさ、販売手法でもいいんじゃないかな。でもなんか一人追加キャラクターが設定されてるって書いてありましたけど、全然いつだよっていうところっすよね。てかゆりちゃんとかさ、メインキャラクターになったらさ、俺多分超高くても買うよ。だってすげえいっぱいいるんだからさ、ファンいるでしょ、他にも。あ、これね、これ系苦手なんですよ。このね、片方を押しながら、その押し続けながら、もう片っぽの手で押していくってやつ。 OK、 フルコーン。あれ、ミラーボールちゃんと回せてたかな。だ、点がね、あんまり伸びないですよね。91,300、普通だったら多分10万は超えるはずなんで。まあただ好感度をゆずちゃんにいっぱい振ってくれればそれでいいんで。先輩のおかげですよって言ってるけどさ、俺何してんの。ミラーボール 79% か、ちょいちょいサボってたな。本当にさ、この曲をやってる時って俺何の役に立ってんの？謎すぎる。
お、次ラックストーンか。ラックストーンもね、なかなかたまんないですからね。できればな、もう一回本当は引きたいんだけどね。あの SR のゆずちゃん超欲しい。8、9、8。なんでみこさんが9も持ってくんだ。これ戦闘にいるキャラクターがいっぱいもらえるんじゃないの。まあ別にいいけどさ、ゆずちゃんがねまだ400分の109なんで、黒江先輩がそろそろ溜まり終わるんで、これが終われば半分になるからだいぶ効率が良くなるかな。はい、というわけで、じゃあ今回はこれで終了して、また次回やっていきたいと思います。